エントリーするときにコンパスを使って木の方向と岸の方向と確認しておくだけでも安心感が上がりますね。こんにちは、パパラギ先生のまるごとダイビング TV、 インストラクターの小渕です。このチャンネルではこれからダイビングを始めたい方や初心者の方のお悩みをまるごと解決していきます。小渕さん、はい、水中迷子って怖いじゃないですか。そうですね。なんでガイドさんとかインストラクターのコースを覚えてますか。よく海に潜ってるからですね。まあまあ毎日潜ってるってことですか、はいはいはい。ただやっぱり私たちも慣れないポイントとか初めてのポイントなどはコンパスを使っていますね。そうなんですね。はい、皆さんもぜひ、ね、コンパス使ってみてほしくて、はい、ちょっとじゃあコンパスの使い方教えてもらっていいですか。分かりました。じゃあ今日は水中で迷わないためのコンパスナビゲーションの仕方を丸ごと解決していきます。お願いします。ところでひろしくん、コンパスの各部位の名称とかって覚えてますか。名称ですか。はい、講習の時に使い方はやりましたよ。そうですよね、はい、オープンウォーターにも、ね、出てくると思うんですけど、はい、名称はちょっといまいち。なるほどなるほど、はい、こちらコンパス実物になりますが、はい、この部分ですね。そうですね。はい、中に磁石が入っているので北が N 極になっているんですけれども、はいはいはい、持ち方がですね、はい、なるべくこのコンパスが中で傾かないように水平になるように体の正面に持ってきてください、はい、ここから見るとこんな感じですね、はい、正面で自分で見ながら進むんですよね。そうですね、はい、名称って何があるんですか。名称は中のコンパスの他にはこの周りのベゼルですね。あとこのベゼルにギザギザの部分があるんですけれども、はいはいはい、N って書いてあるんです。そうですね、これがインデックスマークと言います、はい、まずはですね進みたい方向を合わせていくのが基本です。はい、はい、さっきみたいに体の中心に来るように持ってもらったら水平になるようなポジションでお願いします。そしたらこの体の中心にこの赤いラバーラインが来るように持ってください。はいはい、基本的にはこのラバーラインの延長線上に自分が行きたい方向があるようにしていきましょう。はい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 、なんとなく思い出してきましたね。思い出してきました。はい、そうでした。はい、合わせられたらですね、この中の N 極がどっちを向いているかなというのを確認してもらって、ベゼルを回して、インデックスマークを N 極に合わせます。はい、行きたい方向にセット完了です。はい、自分が向かう方向に対して N 極がここにありましたというのを今記録しているような状態ですね。はい、N がインデックスマークに入った状態で進めばいいと思います。その通りです。はい、帰りはどうするんですか。帰りは真逆に戻ればたどり着けるはずなので、はい、ベゼルを180度分回しちゃいます。またこのインデックスマークに N 極を合わせるように体の向きごとこう変えちゃうと分かりやすいですね。はいはいはい、自分の体ごとゆっくり方向転換していって、あ、後ろに向いちゃったこんな感じですね。はい、はい、奥さん思い出しました。基本的なやり方、そうです、水中でも沖の方向と岸の方向と多分自分で合わせたと思うんです。でもこれだとまっすぐ行ってまっすぐ戻るみたいな、はい、そうですね、なんかすごい普通的じゃない気がする一応まずは基本ということで行きたい方向、戻る方向っていうのを確認できるようにっていうところからスタートで、はい、やっぱり大まかに沖の方向に向かっているのか岸にこう戻っているのかを知っておくっていうのは結構大事ですね。どっちが陸か分かってるっていうだけでも違うと思います。そうですね、はい、こうぴったり合わせてっていうよりかは、あ、大まかにこっち今沖の方向だよなとか、うん、向こうが岸の方向だよなっていうのが分かるだけでもだいぶ違いますよね。なるほど、はい、なのでまずはビーチで試してみてもらえるといいですね。はい、エントリーするときにコンパスを使って沖の方向と岸の方向と確認しておくだけでも安心感が上がりますね。なるほど、はい、分かりました。コンパス使い慣れてちょっと安心感アップってことですね。そうですね、
自分がどこに向かって泳いでるのかわからないままついていくよりかは、大まかにでも分かっていた方が安心できると思うんですね。はい、あとは水中で座圧が少なくなった時に前を泳ぐインストラクターがちゃんと岸に向かって帰ってくれているのかそういうのもね分かると安心しますよね。僕がもう少ないんですけど、はい、って言った時に OK って OK とは言われると思うんですけど、はい、OK のまんま沖に行かれると、はい、ってなりますよね。なりますね。怖いですね。まだ行くんですかっていう風に多分心配になっちゃうと思うので、はい、自身でも今どっちに向かっているのかなっていうのが分かるとね、いいですね。その時にこう陸にちゃんと向かってくれてれば、そうですそうです、あ、戻ってくれてるなっていう安心感よかったよかったっていう風に、ね、なりますよね。あとははぐれてしまった場合でも自力で浅い方とか岸に向かって戻れるっていうのがやっぱりいいですよね。そうですね、はい、基本的に迷子になった時にはブリーフィングではぐれちゃったらこうこうこうしてくださいっていう風に手順を伝えられると思うので、はい、基本はそれを守ってほしいんですけど、そうですね、はい、なんか手順があるんですよね。そうですね、わかりました。はい、コンパスを使っていく上での注意点がいくつかあります。はい、はい、まずはですね、正しく動いているか水に入る前に、ね、必ず確認しておきましょう。正しく動かないのか、たまに中のオイルが漏れちゃってこうガタガタになっちゃってたりとか、そうなんですね、はい、ベゼルが外れてどっか行っちゃってたりとか、特にレンタルのやつとか使う場合は要注意ですね。わ、はい、かりました、はい、コンパスを、ね、見すぎないっていうのも一個大事ですね。どういうことですか。コンパスにこう注視しすぎて周りが全然見れていないと、水中でコンパスしかない。そうです。もうちょっと今は大変を楽しめてないですね。そうですね。この方向だけ気にしてるだと本来の遊び方とはちょっと、ね、こう変わってきちゃう部分もあると思うので、はい、周りを見ないっていうのはね、実は迷子の原因にもなってきます。あ、そうですよ、ね。はい、不安だと見ちゃう。あ、そうですね、まあ、こまめに見てもらう分には全然いいんですけれども、はい、いつつちょっとこう周りの景色なんかもね見てもらえるといいですね。わかりました。はい、実はこのベゼルを合わせるだけではなくて、向かいたい方向が何度の方向なのかというのも見ておくといいですね。そうなんですね。はい、ここのちっちゃな窓があるんですけれども、ね、はい、ここを見ると、はい、今自分がこう行きたい方向がこれ240度だなとかっていうのが、はい、分かるようになっているので、それも覚えておくといいですね。忘れちゃったらダメですか。絶対覚えておいてねとまでは言わないんですけれども、例えばこのベゼルが何かの拍子にこうずれてしまった場合に、行きたい方向がこうずれちゃう場合っていうのもあるんですよね。はい、分かりました。数字も見ておくと参考になりますね。分かりました。さらにナビゲーションの精度を上げるためには、はい、ナチュラルナビゲーションというのも活用してもらえるといいですね。ナチュラルナビゲーション、はい、何ですか。ナチュラル、あら、これもちょっと出てきたと思うんですけど、あれ、そうでしたっけ。なんだろう、はい、コンパスプラスアルファ周りの自然の目印というのを活用していく方法ですね。あ、自然の目印、はい、石とかですか。そうですね、特徴的な岩だったりとか、はい、砂地とか岩場とか地形ですね。地形を覚える、覚えるというか参考にという感じですかね。潜る前にマップとか見せる。そうです、そうです。水中マップを見るとここが砂地でこっちが岩場でとかっていう風にマップ上に記載されていると思うので、今砂地にいるから、あ、じゃあマップ上の多分この辺にいるのかなとか、岩場が見えてきたから、あ、もうすぐ岸なのかなとか、まあ、そういったようにね使いますよね。やっぱり目印は動いちゃうと意味がないので、そう、生き物目印は NG ですね。生き物目印にする人いるんですか。はい、あそこのミノカサゴがとかって言われても動いちゃうので、はい、そうです。例えばあんまり動かないサンゴとか海綿とか、こう岩にくっついてもずっとそこにいるような生き物に関しては目印になりますよね。そうですね。あと中にはその太陽の向き、太陽の向き、はい、太陽光が差し込む角度っていうのを見て、はい、あ、今巡航だからきっと沖を向いているのかなとか、はい、あ、この角度だと逆光だから岸に向かっているのかなとか、ざっくりした判断材料になりますね。すごい、水中で全てを感じ取ってる人そうですね、イメージです。ナチュラルナビゲーションですから、さすが、はい、わかりました。ビーチだとうねりの向きだったりとか、あと分かりやすいのは推定の砂紋ですね。砂紋、はい、砂漠みたいな。あ、そうです、そうです。水底がこう砂地だったりすると凸凹がこうずっと一定方向に向かっていると思うんですけど、はいはいはい、あれも手がかりになります。そうなんですか。はい、砂紋の何を見るんですか。砂紋の向きですね。
はい、その波打ち際とこう平行になるようについているはずなので、はい、それを見れば沖の方向、岸の方向がこっちの角度だなっていうのは分かりますね。波紋に沿って行ってたら永遠に、あ、そうそうですね平行にそれとこう合わせて泳いちゃうと海岸線沿いを泳いでる、そうですね、こう岸にはたどり着けないはずなので分かりました、はい、そういうのも全部見てナチュラルナビゲーション、そうですね、応答テクニック分かりました。はい、コンパス教えてもらったんですけど、はい、正直僕ら初心者はガイドさん任せなとこあるじゃないですか。まあそうですよね、はい、ついていくだけで精一杯、はいはいはい、最初は誰でもそうだと思います、はい、とりあえずもう目の前の人についていこうっていうのが初めだと思うんですけれども、うん、慣れてきたらこのコンパスの、ね、使い方っていうのもちょっと思い出してもらいつつ、はいはい、入るときにちょっとこっそり、あ、今沖の方向こっちなんだなとかっていうのを確認しておいてもらえるとより楽しめるかなと思いますね。わかりました。入る前に沖と陸の確認だけでもいいってことですか。そうですね、それだけでもやっぱり水中の方向感覚っていうのがどんどん磨かれていくはずなので、うん、ぜひやってみてください。わかりました、はい、ありがとうございました、はい、ということで今日の動画が参考になった勉強になったという方はチャンネル登録と高評価、そしてシェアをよろしくお願いします。あと YouTube で話せなかった内容を LINE でも配信してますので、よかったら概要欄から LINE 登録もお願いします。このチャンネルで取り上げてほしいテーマやご質問等ありましたらコメント欄に入れていただければ今後の動画の参考とさせていただきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。大口さんはぶっちゃけ、はい、ロスト、はい、迷子になっちゃったってありますか。ぶっちゃけあります。あ、はい、え、それはお客さんの時プロになった。お客さんの時はないんですけど、プロになってからお客様を連れて海に入っている時にその日がすごく透視度が悪い日だったんです。何メーターぐらい。でもでも2-3メーター見えてるか見えてないかぐらいなんですよ、ね、で、まあ、いつも潜ってる海ではあったんですけど、まあ、その時新人でちょっとこう、あっっていう、こう水に入った瞬間から不安はあったんですけど、はい、それだけ、あ、てたかなっていうちょっとこう不安になったタイミングはありましたね。どのように消えてたんですか。とりあえずまずは自分が落ち着かないといけないのでまあお客様にこういるね生き物を見せつつちょっとこう周りをこう伺ってあ、あ、何があ、何があと、あとはコンパスだ、みたいな感じで冷静に確認を重ねてそうですね、やっぱ自分が焦っちゃうと一番良くないので、はい、なんとかなんかその時の勘で、はい、あっちだな、こっちだなっていうのとどっちが信頼性が。そうですね、まあ勘で当たる時もあるんですけどちょっと不安は不安なので私はまあコンパスはありますね。プロだとしても、はい、コンパスをしっかり油断せず結婚がしといた方がいいですね。そうですね、分かりました。はい、ちょっとですね、はい、陸沖ぐらいは分かる。そうですね、はい、ぜひやってみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。笑顔あふれる